仙台市は今日、青葉区の保健所の様子を公開しました。現在は1日あたり50人で業務に当たっていますが、それでも人が足りていません。次々に電話をかけ、メモを書き込む職員、慌ただしく打ち合わせをする職員。これは今日午後3時ごろ、青葉区役所6階にある仙台市保健所青葉支所の様子です。支所では去年4月ごろまで8人体制で業務に当たっていましたが、現在は他県から62人の保健師や看護師の派遣を受け、1日あたりおよそ50人に増員しています。青葉区は飲食店や事業所が集中していて感染者が多いことから、職員らは陽性と確認された人に電話をかけ、行動歴や濃厚接触者の調査に追われています。仙台市の全体の陽性者数のおよそ3分の1程度で推移をしているところです。1人の陽性者が出た場合に10人とか20人とか、学校ですと30人とか50人規模で検査が必要になる方が出てくる。支所では現在も午前0時過ぎまで残業が続いていて、感染が分かった場合は保健所からの電話にできる限り応じてほしいと協力を呼びかけています。